イオン推進の概念図性電化電流子推進機の構造電気推進は宇宙空間で用いられるロケットエンジンシステムの一種。現在一般的な化学ロケットと違い電気エネルギーを用いて水力を得る。電気推進の水力は化学推進に比べて著しく小さいが、水力が非常に高いのが特徴。歴史は古く1906年に ロバート・ゴダードが実現性を検討したノートが残っている。また、コンスタンチン・チオルコフスキーにより、1911年に概念が発表された。電気推進は、推進材の加速に用いられる力の種類により、分類される。K が加速する方向に、静的な電状を作り、空論力によって推進材を加速するタイプ。イオンの加速を空間電位に頼っているため、 宇宙機が帯電しないよう中和機を装備する必要がある。電気エネルギーで推進剤を加熱し、ノズルなどを用いて熱エネルギーを運動エネルギーに変換して水力を得るタイプ。ノズルは固体材料を用いたもののほか、磁場などを制御してノズルの役割を担わせるものもある。ローレンツ力を用いているもののほか、 電磁と形の加速の方向が互いに異なるタイプの推進系は電磁加速型と呼ばれる。プラズマの性質を利用して加速するため中和器が必要ない。ありがとうございます。